今回なんですけど、とりあえず乾杯しよう。乾杯。ゴールデンウィーク連勤お疲れ様でした。撮影の打ち上げとゴールデンウィークの営業も無事ね乗り切ったんで、お疲れ様会を、ね、開きながら、食べながら飲みながら、はい、ということでね、ビアガーデンに来ました。仕上げでどこに来たかというと、静岡のここです。絶対忘れたからここに出そうとしてる、ね、はい、ビアガーデン、夏の風物詩ですよ。ちょっと室内型みたいな感じで、雨が降っても使えるみたいな。で、本日のメインですね、一個ずつ紹介します。本日のメイン、枝豆ですね。リンクあったじゃない。はい、ということで今回はこの枝豆をメインで食べていきたいと思います。ネタとして完璧です。やば。はい、動画の途中ですが、皆様に大事なお知らせです。1週間後の29日、30日、何がありますか。なんと、ももさんのお誕生日です。ということで、7月の29日金曜日と30日の土曜日、2日間ももちゃんの誕生日イベントやります。はい、2日間はももちゃんの誕生日っていうことで、ちょっとももちゃんにちなんだお通しとかをね、限定で作ったりとか、できる限りね、全力でお祝いしたいと思いますので、皆様にも一緒にお祝いしていただけたらなって思います。ももちゃんファンの皆さん、今だけなんですけど、ここだよ。ここですよ。本気にするのはここだよ。ももちゃん誕生日おめでとう。イエーイ。みんな来てね。イエーイ。動画どうぞ。どうぞ。続きをどうぞ。お肉こんな感じです。めっちゃ美味しそう。何から焼く。マシュマロ。マシュマロが最後だな。一旦食べましょう。コペン。コペン。あ、来たね、来たね。下に注文が多い。そうそうそう。じゃあ鶏肉って皮から焼くもんなんだよ。そうなんだ。知らんかった。知らんかった。あ、野菜のけた。え、めっちゃいいじゃん。趣味って
ね。ない、アニメ好きです。あ、ずっとネットフリックスかアマプラ見てて。いいじゃん。うわ、はい。エリカちゃん、ちょっと見えてないんだけど、ネバーカラーを紫にしまして。はい。なんかちょっとセクシー紫だから。セクシー紫だから。色を決めていかないとかなって。コンセプトがありますね。ギーチャピンク。ギタビシリブルー。シリングラトって。なんか良くないな。うちらばっか悪口なんだ。私さんの最年少が。一番良きねえやつ。あるよ、あるよ。ショートって、これが送ります。失ってたね。ショートが強い。みんな、肉焼けたよ、肉焼けた、やったもらった。肉焼けたよ、肉ほら、肉焼けた、もらった。肉焼けた、危ない危ない。これ何なんですか。切る、切るかわいいね。やばくない。ママを差し置いてさ、こいつが座っててさ、ママが焼いてるのやばな。どうぞお願いします。醤油とかつけなくて、あんま味つけないと思う。うちはさ、サングラスしてて何が何だかわかんない。マンスマン、お渡せいたしました。あ、ウォッカベース。モンポリちゃんとはウォッカベースのベリーベースです。クランベリー。クランベリー。クランベリー。ウォッカとクランベリー。あー、なるほど。いいっすか。どうぞ。やめろ。どうぞ。まだ修行が足りないわ。修行が足りなかったです。あと3年くらいしてる。なんでなんでだよ。いただきます。いただきます。肉だ。ソースおいしい。おいしい。皆さん見てください、私がやってます。今日はどんな韓国語を教えてくれるんですか。ももさん、ぜひ。
しよう。ママ言ってた？ハグボルーン。カムチャギや。カムチャギや。何？サムダ。アンニョン。アンニョン。おねるジョギカジ。カムタミタ。カムタミタ。何を？そう出てきたのがそれだった。重かった。